ルの聞かされラジオドンラジ。ここからのお時間はドンクモデルの聞かされラジオ、略してドンラジ。札幌市のモデル事務所ドンクモデルに所属する私たちが最近のちょっと気になる話題を持ち寄って思わず聞かされラジオのせいにしたくなる、そんな日常会話系おしゃべりプログラム。お相手は私みつきとえりかです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えりかとラジオで初絡みだよね。初絡みです。でえりかとはお仕事ではそれこそタツコレとか、そうですね、ドンクモデルの YouTube ですよね、うん、ドンクチャンネルでは一緒なんだけど、嬉しいです。やっとドンラジでみつきさんにお会いすることができて、エリカがさ会うためにみつきさんとラジオやりたいですって本当にずっと言ってましたよね。言ってて、そのテンションで言ってました。私もやりたいって言って、私もみつきさんとやりたいねって言って、おしゃれでいい感じって言ってました。楽しみです。はい、でですね、はい、先週ですね、はるかちゃんとゆりえがサツコレのについてのお話ししてくれたんですが、今週も先週に引き続きサツコレのお話をしていきたいと思います。はい、ではですね、番組ではツイートやメッセージをお待ちしております。私たちドンクモデルに聞きたいこと、普通のお便り、お悩み相談などなど何でも OK です。メッセージはアルファベットで DONK ドンクアットマーク 825.fmツイートはシャープドンラジまでお待ちしています。ぜひ番組を聞きながら SNS で感想をつぶやいてください。それでは毎週月曜日16時30分からはドンクモデルの聞かさるラジオ、ここからの30分間聞かさってくださいね。ドンラジ。さあ、冒頭でも言いました通り、今週末はね、うん、いよいよあれですね。あれですね。はい、あれですよ。サツコレでございます。サツコレ楽しみだね。楽しみです。今日のドンラジも私たちの出演するサツコレ特集で先週に引き続きやっていきます。はい、10月29日土曜日、北海道立総合体育センター北海北エルにて開催、クープレゼンツ札幌コレクション2022オータムウィンター。イエーイ、オータムウィンターだね。北エールですよ。そうなのよ、久しぶりの北エール。めちゃめちゃ初なんですよ。あ、エールって北エール初なの？もう北エールのサツコレは憧れてましたので。そうなんだ。もうとても嬉しいです。楽しみだね。北海北エールで開催しますよ。こちらどんなイベントですか？はい、うん、ファッションを愛する人たちに晴れの場をということで、札幌でアパレルビューティーに関わる人たちが活躍できる場を作って、うん、札幌のファッションマーケットを活性化させる、そしてファッションの力で札幌の元気と魅力を世界中に届けたい、そんなファッションのお祭りとなってます。はい、いや、お祭りですよね。本当に本当にお祭りだよね。ファッション一色だからね、うんうん、いや大好きです。いや、準備エリカどう？準備、いや整ってますか？でもね、エリカはね仕上がってんのよ、いつも。いえいえ、そんなことないですよ。私はそう思ってるよ。いやいや、私も思ってます。皆さんがいつもさ、あのミニスカートかショートパンツでさそうですね、ブイブイ言わせてるじゃない。そうですね、常にだからエリカは街中ランウェイしてんのよ。いや、皆さんしてますよ、そこは。いや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 、ドンクモデル。いや、そうだね、みんなでもその日に向けて、うん、でももっと私は今作ってる。あ、作ってますか、うん、気持ちの面も大事だからね。いや、気持ち大切ですね。はい、そんなサツコレは何といってもね、うん、たくさんの大人気ブランドによるファッションショーなんですよ、うん、今回ランウェイに登場するブランドはエイディ、アズールバイマウジ、エグリ、エモダ、はい、ジェイダ、ムルーア、リゼクシー、ロイヤルパーティー、リップサービスと全部で9つのブランド登場しますからね。ブランドも増えましたね。ねえ、増えたし、嬉しい。あの衣装着させていただいてるけど、結構もうどのさ、うん、ブランドさんも本当素敵でね。いや、楽しみですよね、どんな衣装なのか、ね、いや、どれもこれもね素敵なブランドなんですが、うん、今日はこの中から4つのブランドをご紹介していきたいと思います。はい、そして今日はなんと助っ人として各ブランドに詳しい方をお呼びしております。はい、サツコレのメディアパートナーの FC プレスより星野カレンさんにお越しいただきました。星野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、サツコレ今日は衣装、アウターですね、うん、はい、ショップのアウターを持ってきてくれているということで、わー、どんなのがあるんだろう。先週に引き続き
実際に試着させていただいてよろしいでしょうか。はい、お願いします。でもうドンラジのツイッターの方で今日の着用したアウターの写真をシャープドンラジをつけてアップしていますので、はい、ぜひ皆さんそちらの写真を見ながら着かさっていただきたいなと思います、はい、ではね今日紹介する4つのブランド、まずはエモダからご紹介していきましょう。エモダはどのようなブランドですか。エモダはモードトレンドの発信を軸にハイセンスでリアルクローズでもあります。白黒の世界観をベースに色柄異素材の組み合わせで強さの中にも女性らしさのあるスタイリングを提案していくブランドです。いやかっこいいですよね。かっこいいんだよねということで、エモダの今季のアウター、私から着ていこうかな。はい、私から着させていただきますね。おーかわいい。おスタジャン、はい、スタジャンですかこれは。一応、エンブロイダリーバーシティジャケットっていう商品名、今季のおすすめのアウターになっております。そうなんですね。スタジャンみたいな感じで腕がレザーになってるのがかっこいい。袖の部分がレザー、そうです。でボディがメルトンです。メルトン、皆さんが知ってるスタジャンの素材に腕はレザーになってる。あ、なるほど。フェルトのような感触があり、保温性が高いのが特徴の素材です。このなんていうんですか、リブになってる部分がスタジャンの特徴ですよね。襟にも白いラインが2本入ってて、そしてねエモダって書いてるんですよ、ここのエンブレムみたいな。これがオリジナルのエンブレムになっていて、オーバーサイズなアウターなんですけど、しっかり女性らしさも出せるようにオリジナルエンブレムもついてます。私ネットで見てました、これ、あ、本当かわいいと思って。このエンブレムが結構ね、かわいらしさ、ちょっと古着というか、確かに古着感ある、サイズ感も私、ね、身長173あるんですけど、袖感がそのもたっとした感じ、オーバーサイズ感がすごいちょうどいいですね。そうなんです。アウター全体はオーバーサイズなんですけども、袖口だったり襟元に関してはジャストサイズで今回作ってるので、あえてこのサイズ感に、はい、これだと一応ミニスカートとかのコーディネートも今季は、はい、おすすめです。確かに合いそうですね、かっこいい感じでも可愛い感じでも着れますね、これちょっと結構そして軽いですね。軽いです。軽いのに温かさはありますね。ポケットもついていて、何でも着こなせそう1枚で。じゃあ今回持ってきたのがブラックなんですけど、カラー展開がアイボリーとネイビーもあって、それぞれちょっとこう色によって別のこうジャンルで着こなせるようになってますので、他のカラーもぜひお楽しみ。アイボリーとかめっちゃ可愛かったです。アイボリーまたちょっと、女の子っぽく着れるので、可愛らしい一着ですね。可愛いですね、本当。はい。じゃあそれでは続いてアズールバイマウジーのご紹介お願いいたします。はい、アズールバイマウジーはスタンダードだが新しく新鮮なデザインで、幅広い年代とサイズ感でどんなお客様にもマッチするアイテムに出会えるブランドです。はい、いやアズールバイマウジー結構見ます。私も見ます、もう全部見るんですけど、またちょっと綺麗めな感じですよね。ロングコートですね。ロングコートです、はい、商品名が以上ロングガウンコートになります。ロングガウンコート、ちょっと着てみますね、はい、ちょっとガウンっぽくなってるんだ。じゃあわ、そしてこの緑が映えて素敵ですね。カラーのダウンってやっぱり映えますよね。ライトグリーンのロングコートで、かわいい。でこれがまたいい、ね、長さ私でも十分にあります。私は身長173ですけれど、伝えるために身長173なんですけど、すね下あたりぐらいまでコートの長さ、丈感はありますね、はい、ロングですごくこうゆったりとしたサイズ感なので、はい、本当に足元まである分暖かさももちろん、あるアイテムです。具体的にちょっとふわっとしてるシルエットではあるんですけど、しっかりウエストにベルトがついていて、それを締めることでまたウエストのラインも綺麗に出せるので、締めてもいいですね。ただオーバーサイズっていうよりかはしっかり女性らしく着ていただける一着になってます。確かにこのふわっと感がすごく可愛らしいのかもしれないですね。でこれちょっと私ボタン締めてみますね。はい、やっぱりこう美月さんみたいに身長の高い方が着るとかっこいい感じにまとまりますね。いいす、しかも大きめの
襟で素敵あらパリパリの女パ リ, パリの女だ素敵このハイウエストの、うん、切り替えがこれがまたベルト締めると、うん、着てても雰囲気がこうなんていうんですか変わるシャキッとする感じ、うん、ハイウエストでロング丈着てる自分、うん、かっこいい気持ちになるかっこいいなってますねなってる、うん、すごいこれ好き、うん、それかわいいですウエストのベルト止めることでよりこうカチッと着れるので、まあ、足元ロングブーツで合わせていただいたりとかそうですね、はい、なんかこう可愛すぎないところがいいですね大人ですよね、うん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 、大人これはちょっとあのハイウエストになるからスタイルアップ効果スタイルアップ嬉しい一点ですね、うん、いやこれもそして軽いですね軽いですあそうなんだで中もまた着られるこれサイズ何サイズになりますかこれは一応サイズがS サイズあお、これで S サイズなんだ S サイズなんですね、はい、じゃあもっとオーバーに着たい人は M とか、まあ、M サイズに、うんうん、本当にロングな感じでかっこいいねなんかこうロングコートとか着てるとなんていうのなんかこうおしゃれ感一気に出るじゃない一気に歩いてる時とかもなんかランウェイっぽくなりますねそう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 これはそのおしゃれの一点投入、うん、いいね、うん、いやありがとうございます素敵ですではそれではこの辺で1曲サツコレのステージでライブを披露してくれるアーティストの曲をお届けしたいと思います、はい、リルリーグさんでローラーコースターどんラジサツコレのステージでライブを披露してくれますリルリーグさんでローラーコースターでしたはい今日はですねどんラジサツコレ特集やっております、はい、サツコレのメディアパートナーの FC プレスより星野カレンさんと一緒にサツコレに登場するブランドをご紹介していますが、はい、引き続きやっていきましょう星野さんお願いしますお願いしますではですね3つ目いきましょう、はい、3つ目はジェイダご紹介お願いしますはいジェイダのブランドコンセプトは女性らしい体のラインを露出しシンプルなアイテムを色や小物でエッチーなスタイルに提案するカジュアルだけど女性らしいブランドです、うん、確かにカジュアルで女性らしいはありますよねジェイダですねジェイダねセクシーな感じで、うん、かっこいいでは今期のおすすめアウターご紹介お願いします今期は 2A スリーブショートダウンコートおショートダウンコートエリカ着てもらってますけど、はい、実際に着てますいや見てくださいこの真っ白のダウンです ね, ね, ますねショート丈、うん、結構ショートですね結構ショートですト、まあ、ジェイダが割とこうパンチの効いたアイテムも多いので、うんうんはい、しっかりダウンはショートにして、はい、ボリュームもあるカジュアルに着れるアイテムになっておりますこれはクロップの丈とはまではいかないけど、ショート丈で、はい、でこれ絞れるんですね下がそうですが絞れるの で、ね、よりこう丸みのあるシルエットが出たりとか、うんダウンが毎年人気のダウン、はい、ショートのダウンコートなんですけど、はいはい、ダウンコン率が 80% フェザー 20% がしっかり入ってるので丈感短いんですけど、はい、暖かさと軽さがしっかり揃ったアウターになっております本当に暖かくて軽いんですよいやすごいね、うん、こんなに分厚いのに軽くてこれフードもさ結構こう、うんうん、ボリューム感がボリュームあって可愛らしい丸みがね本当に後ろからのシルエットもすっごい可愛らしいですねこちら取り外し可能なのでそれ外せるんですねそうなんですで今期のこのアウターが襟がすごくしっかりこう立つデザインと厚みがしっかりあるので、はい、本当に首元顔ギリギリまで覆えるデザインになってますちょっとエリカが今上まで締めます襟が高いのって今っぽいんですねそうですね一応トレンドのこう形になっておりますおしゃれこれがまたフードからつながってる襟が首元全体覆われて、うんうん、顎をちょっと隠れるぐらいまで高さあるね、うん、それがまたかっこいいですねかっこいいスポーツっぽい感じもあって、うん、確かに確かにスタイリッシュな感じにもなってでこのアウターがなんと袖も取り外し可能になっていて、はい、今時期もこうベストでダウンベストとして使っていただけるのでより今年らしいスタイリングを一着で出せるっていういやありがたいですね袖取り外せるんですかそうなんですだってダウンベスト1枚買うか買わないかめちゃめちゃ今年私迷ってて、うん、でもこれだったらダウンベストにもなって
確かに、うん、寒くなってきたら長袖にもできるから。そうなんです。なので今一番使い勝手のいいアウター、本当今から使える。ミニ丈だけどちょっとオーバー感もここである、うん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 、そうなんです。そこにミニのワンピースとかをやっぱり合わせていただいて、しっかり露出も、肌の露出も出してあげるのがジェイダらしく着れるポイントかなと。エリカの今日のこの私服とこのダウンめちゃくちゃジェイダらしいですよね。うんうん、エリカのブーツとかチェックのニットにショートパンツ履いてロングブーツ履いてるんですけど、はい、これがもう完璧なコーディネートです。よかった。カラーがホワイトとブラックと、あとカーキもご用意してます。カーキもかわいい。カーキもいいですね。いいですね。うわそっかそっか。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にエグリーのご紹介をお願いします。はい、エグリーは10月の21日にイオンモール旭川西店にオープンしたニューブランドのお店です。はい、エグリーはカジュアルとフェミニンのテイストに古着をミックスしてトレンドのスタイリングを楽しめるラインナップが揃ってるブランドになっております。ほう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 。エグリーの今季のおすすめアウターは何ですか？今季おすすめのアウターはフェイクウールジップ付きコート。今回着用カラーがグレージュで、ブラック、アイボリー、ダークグレーもご用意しております。この色がグレージュなんですね。可愛い色ですね。可愛い、優しいカラーですね。うん、どうでしょう。ガラリとエリカの雰囲気が変わりました。可愛い、急に。これはすごい、大人の子らしい、女性らしさがあって、なんていうんですか、女性らしさ、大人っぽいんですけどカジュアルな感じに見えるのはこれどうしてですかね。まずこのコートのフードがしっかりついていることで、はい、カジュアルとも少し出せるのと、うん、今回ウエストに絞りとかは特にないデザインになっているので、うん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 、ふわっとしたシルエット、あとは長さがさっきのアズールのアウターと比べても少し短めになっているので、カジュアルさも出せてるかなと思います。このストンとした、なんていうんですか、ストーンって下に落ちるシルエットでオーバーサイズなんですよね、うんうん、でチャックがこれちょっと左より、真ん中にチャックはなくて、左のジップになってます。左胸側チャックっていうのがまたこういうポイントがあるのも素敵ですよね、うん、今回すごくポケットが大きいので、本当だ本当だ、すっぽりこれ手が入れられる形になってます、うん、これね、ペットボトルとスマホといやもうティッシュとなら入るよ入る入る、逆側に財布なんて入れたらもう手ぶらで大丈夫ですねでこのグレージュの色が、ね、この優しい感じがまた絶妙なカラーですよね。絶妙なお色で、今回サイズ感もゆとりあるデザインなので、うん、中に着込むことももちろんできますし、うん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 、1枚で着てもらっても可愛いので、私がなんかこういいなと思ったのがフードがもちろん大きめでついてて、でこのフードの調節の紐の長さが、うん、なんていうんですか、分かる、ちょっと長くておしゃれ感のある紐の長さ、結構胸あたり胸下あたりぐらいまで紐がついてるんですけど、うんうん、はい、でこの先っちょにシルバーがついてて、この紐がすごく可愛いなと思いました。フードかぶっても可愛いですね。フードが硬い感じで形がなんか分かる感じが素敵です。あ、確かにフード大きくて、うん、もうエリカの顔すっぽり埋もれてるけどいい、このオーバーサイズのワンピースみたいな感じが可愛いです。うん、もたっとしてそうだね、チャック上まで締めちゃえば首元全部隠れてっていうのが、またワンピース1枚でこう中のお洋服考えなくてもバッて着ちゃえばおしゃれ感の出る一着ですね。かわいいわ。いや、かわいいですね。全部素敵だったね。それぞれ特徴違ったんだけど。いや、本当ですね。いや、素敵でした。ありがとうございます。ということで、本日4ブランドご紹介しました。はい。エモダ、アズールバイマウジ、ジェイダ、エグリーとね。いや、本当一つ一つ、かわいいし、かっこいいし。ね、特徴があってね。うん、どれ買おうかなと思っちゃった。いや、本当ちょっと本当自分の欲しいもの探してる感じでした ね楽しかったです。楽しかった。でこちらの着用した写真、ドンラジのツイッター、ドンクモデルのキカサルラジオのツイッターの方に上がっていますので、ぜひ参考にして秋冬、ま、寒さに負けずに皆さんおしゃれ楽しんでください、うん、はい、各ブランドさんのツイッターもタグ付けしていますので、ぜひ他のアイテムも見てみてください。はい、
今日のドンラジはサツコレのメディアパートナーの FC プレスより星野カレンさんと一緒にサツコレに登場するブランドをご紹介いたしました。星野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、エリカ、うん、いやー、可愛かったですね、どれも。エリカずっと可愛い。やっぱり言っちゃう。いや、そう、もうね、ファーストインプレッション、あー可愛いなんだよね。いや、本当ですよ。だけどさ、全部どのブランドもさ、うん、またスタジャンだったりロングコートだったり、本当ガラッと色も雰囲気も違うから、これ悩んじゃうね。本当、絶対好きなのが見つかりますね、サツコレに来たら。そうだね、このアウターにしようって、ダウン系のこうかっこいい系にしたいなとか、うん、ちょっとカジュアルにしたいなとか、女性らしくとか。そうそう、女性らしく、今回もね、うん、ダウンもあったし、ロングコートもあったし、うん、カジュアルなのもあったから、うん、いや、これはもうがっつり目凝らしてサツコレの舞台、ね、洋服見てほしいね、うんうんうん、自分の好みのアウターを探してほしいですね。はい、うん、それでは改めてサツコレの開催概要を伝えさせていただきます。はい、クープレゼンツ札幌コレクション2022オータムウィンター、開催は2022年10月29日土曜日、場所は北海道立総合体育センター北海北エルにて開催です。時間はお昼12時30分オープン、午後2時スタートです。詳しくは札幌コレクションのホームページチェックしてみてください。それではですね、サツコレのステージも楽しみなんですよ、はい、ということで、もう一曲サツコレのステージでライブを行ってくれるアーティストの曲をお送りします。サルカニでサルカニウォーズ。どんラジ、サルカニでサルカニウォーズをお送りしました。今日はこのサルカニさんもライブで出演してくれます、サツコレ特集でお届けしました、はいはい、改めまして、10月29日土曜日、北海道立総合体育センター北海北エルで開催です。クープレゼンツ札幌コレクション2022オータムウィンター、ぜひ会場でお会いしましょう、はい、皆さん遊びに来てくださいね。どんラジ、ドンクモデルの美月とエリカでお届けしました、ドンクモデルの聞かさるラジオ。はい、改めてね、うん、サツコレ楽しみだね。楽しみです。ちょっと今日でだいぶサツコレの、うん、そうだね、もうすぐだな感が出ましたね。これお洋服さ、うんうん、こう4つ紹介したじゃない、うん、で紹介ももちろんしたんだけど、着た時にこう鏡見たいって思って、うん、こう思いました。どんなポージングとどんなランウェイしたらいいんだ、うん、これが当たった時はっていうちょっとそっちも考え、そうですね、意欲湧いてきたね。そうですね、想像ついてきました。いや、想像ついてきた、ちょっと。いや、頑張れるね、うん、こうだから前向きにね、いや、ファッション楽しみたいし、サツコレのランウェイもバチバチに決めていきたいっていう風に思いました。思いました、私もねえ、頑張りましょう、うん、頑張りましょう。というわけで、今日もいろいろおしゃべりしました、ドンラジ。私たちの公式 YouTube チャンネル、ドンクチャンネルでは後日放送後のラジオがアーカイブとして配信されますので、はい、聞き逃してしまった方、もう一度聞きたい方は YouTube でドンクチャンネルを検索して何度でも聞かさってください。早いね、うん、早い。ドンクモデルの聞かさるラジオ、そろそろお別れの時間です。はい、次の月曜日も夕方4時30分にお会いしましょう。この後も FM のセーブお楽しみください。それでは最後に、はい、エリカ、はい、月曜日を頑張る皆さんへ一言お願いします。10月最終週、アゲアゲで乗り越えよう来週もお楽しみに。